皆さんこんにちは、ワナルゲルウィジです。では今回はゲレンデ・ヴォージオン独立戦争記ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はソロモンに攻め寄せてきた連邦軍艦隊、これを撃破しました。ところがさらに連邦軍はですね、星1号作戦を発動してグラナダに攻略戦を仕掛けてくる様子なので、今回はその撃退戦を行っていきたいと思います。では早速ですね、ソロモンの防衛作戦から発動していきましょう。ソロモンの方はすでに防衛強化を重ねてきてまして、防衛力27まで上げています。これ相当高いレベルまで持ってきているので、艦隊は1個しか入っていないんですけども、この防衛部隊とハスラーの1個艦隊でなんとかこのグラナダの防衛を行っていきたいと思います。ではグラナダの防衛作戦です。予想進行ルートを表示します。でソーラーレイが完成していればソーラーレイで敵戦力半分撃破できるんですけども、前回お伝えした通り今回はもうソーラーレイの開発は諦めましたので、ガチンコのね艦隊決戦で勝敗を決していきましょう。防衛作戦を発動します。各軍団への作戦指示をお願いします。ではこれでグラナダに侵攻してくる連邦艦隊を迎え撃ちます。タッカー、連邦軍は反攻作戦を阻止されたことで大きく戦力が低下しています。連邦が滅びるのも時間の問題だな。はい、しかし一つ問題があります。連邦軍本部ジャブローの対空防衛部、力押しで攻略することも可能ですが、かなりの損害を覚悟せねばなりません。いや、手ならあり。ルナ2を先に攻略しよう。今さらあの要塞に何の価値があるというのですか。ルナ2にマスドライバー施設を設置する。まさか。そう、そのまさかだ。ジャブローの対空防衛網を爆撃し、豪華上陸作戦を強行する。宇宙基地ルナ2、地球の大半を支配下に収めたジオン軍にとってこの基地の戦略的価値は極めて低い。だがギレンザビはジャブロー基地攻略のためルナ2に別の価値を見出したのだ。ジオン軍はルナ2攻略を開始する。対する連邦軍も残された戦力をルナ2に集結させた。スペースノイドの独立を掲げるジオン、阻止しようとする連邦、お互いの命運をかけた戦いは始まろうとしていた。はい、グラナダの防衛作戦を発動したばかりではありますけども、同時にルナ2攻略作戦が発動できるようになりました。一旦はグラナダの防衛を成功させてから戦力を整えてルナ2へと進行していきたいと思いますので、次のステップという位置づけにしておきたいと思います。開発部より異臭モビルスーツ艦のパーツを供与することで生産コストの低下と性能の向上を図る統合整備計画が提案されました。計画の採用をご検討ください。統合整備計画、これはすぐにやりましょう。了解しました。開発部に統合整備計画の開始を命じます。開発部の報告をお待ちください。グラナダに敵部隊が侵入してきました。では作戦のグラナダの防衛戦行っていきましょう。すでに防衛作戦は発動してありますので、守備、あとはエース登場、それにモビルスーツ隊を発進させていきたいと思います。でこのヘルシングの部隊ですね、実は増強をかけてまして、この後ですね簡単にヘルシングの艦隊の陣容をご紹介したいと思います。まずララーとですね
シャリアベル、この2人をこの部隊に投入させています。策略を実行します。あとはレムに中川両名も専用機に乗せて出撃させています。でご覧のようにディフェンダー、防衛戦力もね、十分に増強をかけてきたので、これで防衛作戦を展開していきましょう。敵の部隊ですが、画面の右下から侵入してきてますね。マゼランタイプが2隻、サラミスタイプが5隻という編成ですね。でまず中川大尉ですが、専用機高機動型ザクに乗ってもらっています。耐久が17っていうのはね、かなり粘ってくれるんじゃないかなと思います。で同じく高機動型ザク、しかもビームライフル装備のレム中佐ですね。レムはですね、適性が見ていただいている通りオール A なんで、使い勝手はすごくいいですね。射撃格闘がそれぞれ12と10です。あとケリーも引き抜いて高機動型ザクに乗ってもらっています。シャリアブルも高機動型ザクに乗ってもらってます。反応14です。そして最高級試験ザク、ここにはですね、マップ兵器持っている機体唯一のものになりますけども、ララーを乗せています。これらを元に敵部隊殲滅していきましょう。特に変わった戦術は行う予定はなくですね、拠点を維持しながら補給ライン上を進んでいきたいと思います。ここが一つ攻防戦の中心になる拠点になるかもしれないですね。では進めていきましょう。では連邦軍艦隊と交戦状態に入りましたので、モビルスーツ隊を前面に出して戦っていきましょう。ここは中川大尉の高機動型ザクです。敵の事務隊との交戦になります。ララーの乗っている最高級試験型ザクのマップ兵器はですね、レンジが3あって1ヘクスに対してマップ攻撃を仕掛けるという仕様になっているようなので、まだまだちょっとマップ兵器としての使い勝手は微妙かなと思うので、普通にね、戦っていきたいと思います。できれば先に敵のモビルスーツ隊、事務隊になりますけど、事務を撃破してからサラミスとマゼランを、仕留めていきたいと思います。さすが中川、打ち漏らしの敵も撃破してくれました。ここはシャリアブルですね。ちょっと索敵が十分にはまってない場面ではありましたけども、シャリアブルだったら期待できますよね。ここはジムが1、ボールが2というね、3スタックの舞台になっています。これを撃破していきましょう。全員のジムを撃破。ここはレム中佐ですね。ビームライフル初めて装備したユニットになります。レビルか、レビルのマゼランでしたね。今ね、ちょっと先にこのレビルのマゼラン確認したので、レビルのマゼランから撃破していきましょう。
これでネビル将軍撃破になります。なかなか敵強かったですけど、このレベル撃破したことによって敵弱体化できると思うので攻勢を強めていきましょう。さあではこれでグラナダの防衛戦一旦で完了していきましょう。そしてルナ2のね攻略作戦も始められる段階に入ってくるかなと思いますので、もう国内の情勢がかなり不安定なこの中なので、できるだけ早くルナ2そしてジャブローと攻略を進めていきたいと思ってます。やってみる。これでグラナダの防衛完了になります。我々はシャリアブル、ララ、レムや中川といったパイロットたちは引き抜いて前線にまた送っていきましょう。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。参謀本部より報告書が届いています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねルナ2の攻略戦そしてジャブローへと、順々に進めていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。